今。待って、これクロムハーツ、もろ絶対クロムハーツなんですよね。これね、この紋章の具合とか、さらに言うと梱包とか、これね、ここまでも分かりますかね、この感じとこの感じも。でも、これはクロムハーツじゃなくてドーズアイウェア BL サングラスドーズってなってます。めちゃめちゃ絶対この比率とかもクロムハーツのクロスですし、本物のクロムハーツもこういうラインで合います。これ一番人気の形ってあるんですよね。クロムハーツ夜泣く同時アイデア、普通に2400円で売ってるところがすごいですね。これ間違いなく中国産。でもさすがデザインはクロムハーツだからかっこいいですね。フランスもあるんですけど、このブランドまだわかんないです。